んにちは。ラブライブニュース広報部へようこそ。ニコニコニー、矢沢にこやく、さらまること得意それでーす。にゃんにゃんにゃーん、星空りんやクリピーこと飯田里穂でーす。誰か助けてー。ちょっと待ってて。小泉花代役、シカ子こと久保ゆりかでーす。アイドル活動を通じて自分たちの通う学校を盛り上げようとアイドルグループミューズとして頑張る9人なシャージャたちのストーリー、それがラブライブ。この番組はそんなラブライブのことをより広くの人に知ってもらうために、私たち3人通称ニコリンパナが全力体当たりで頑張る広報部系アイドルウェブラジオです。皆さんもミューズ広報部の一員になったつもりで一緒に番組を盛り上げてくださいね。というわけでね、うん、私なんかおかしいと思わない？おかしいよね。いつもおかしい。自問自答しちゃって、うん、なんか隔週になってからちょっとおかしいかなと思って。パワーのなんか出し具合が分かんなくなっちゃったね。距離感、みんなとの距離感、うん、難しいよね。うん、まあいいじゃん、なのもいいよ、まあ、前からこんなんでしょ、うん、まあ、そんなこともそうだったかもありつつ、そうだね、はい、なんですかね、このあの人の誕生日まであとちょっとですねって、こう なんだろうね、なんか書いてあるけど、うん、なんで隠さないのかな、こういうの台本に書いちゃうのかな何が、何のことだろう、ピンとこないよね、もうドキドキしないよ全然、ね、どういうことだろう、うん、まあ、ちょっとこれ謎に包まれたままにしておいて、そうだね、ラブライブブルーレイ第3巻の発売まで2週間を切りました。おー、3巻はあれ花よが、うん、表紙のやつね、そうだ、かわいい、5月28日もお得ですね、うん、3巻には第4話のマッキリンパナと第5話のニコ襲来が収録されちゃいますよ、ね、素敵ですね、うん、そして、この間発表されたんですけども、今年の夏 夏もあの、うん、アニメロサマーライブ2013ブラックナインにですね、うん、我々ミューズが、うん、はい、出演することが決まりました。しかも、初日、そう、今年はね3日間やるそうなんですけども、うん、23、24、25で、私たちは23日の金曜日に出演することが決まりました。どうする、どうする、どうする、どうしとく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 、爪痕を残して帰ってやろう。すごい、やる気だ、こいつやる気だわ、トラウマをみんなに植え付けてやろう。もうラブライブって聞くだけでもうあるから怖いよ、手に肌がアレルギーみたいになるよね、もうねぐらいの感じでしょ。そうだね、気合入れてね、去年よりも盛り上がったらいいね、ラブライブね、そんなわけで謎に包まれたままのこともありますが、皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。ラブライブミューズ広報部スタート。ラブライブミューズ広報部ニコリンパナ、この番組は2013プロジェクトラブライブの提供でお送りします。ラブライブミューズ広報部聞いてくれている部員の皆さんからのお便りを紹介する広報部掲示板のコーナーです。早速お便り紹介しちゃいましょう。はい、ラブライバーネームレイラさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。この場を借りて言いたいことがあります、うん、ちょっと気が早いけど、シカ、うん、ちゃん5月19日誕生日おめでとう。おめでとう。一つ大人になってこれからますます活躍してくれることを祈っています、うんうんうん、他にもですね、うん、ラブライバーネーム、うん、あちあちさん、ゆえさん、他多数の方からお誕生日おめでとうというメールをいただきました。おめでとうございます。そんなわけで改めてシカちゃんお誕生日おめでとう。パチパパ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 パ、遅いな、ケーキ登場遅いな。パパ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 あ、なんで黙るんだ。めでたい席でなんで黙るんだ。知ってたよ、知ってた、知ってた、あの人の誕生日ってなってたもん、聞いてた、ね、そう、うん、私だったんだよ、誰かなと思って、冒頭では誰かなと思って、そうだよね、びっくりした、びっくりした、ありがとう。そう、こんなの1年に1回毎回ある、嬉しい。そうだよ、可愛
な24にしたいですか。 24?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  24
思うよ。え？もうね、もうちょっとちゃんと大人になろうと思った。本当に？私は。例えば？今日もそうだけど、うん、入りをちょっと遅れたりとか、あの、皆さんこんにちはに入れなかったの私実は。知ってる、皆さんって入れてなかった実は。こんにちはから入ったりとか、そういうのをさらっとやって後からすいませんって言わずに進めちゃうのとか良くないなと思った。そういうのやめる。良くないな。そういうのやめるね。うん、スタートも実はちょっとデートってなっちゃったんだけど、そういうのやめる。うちもやめるわそういうの。うん。まあ、なんでいつもこうなっちゃうの。え、じゃあラジオ聞いてくれてるお母さんにやっぱ一言言っといた方がいいよね。え、どういうこと、どういうこと。そうだよね、いつも聞いてくれてるって言ってたもんね。そう、でも寝る前に聞いてるのびっくりしちゃうよ。いや、いいサプライズやんね。そう、え、じゃあ、え、本当に、うん、あ、お母さん、ゆりちゃんだよ聞いてる。あ、なんだこれ。聞いてる、いつもありがとね、誕生日プレゼントください、バイバーイ、プシュ。どうかな。あ、黙っちゃったまた心配。元気でやろうやで。誰だよ誰だよ、勝手にアフレコすんのやめろよ。母ちゃんのお母さん実はね、あのくもちゃんはもうずっと手を振りながら今のメッセージ言ってたからね。お母さんの顔をね、思い浮かべながら手を振った。そんなね、手を振るのが得意だ24歳です。うるせー、もっと得意になってね。手振るの得意になって、おめでとう。いつでも気が向いたら食べ始めてていいから。それでもぐもぐしてってもいいよ。シカちゃんきっかけで始まるやつだから。え、これプレートとか乗ってないよ。ねえ、24も、おい、え、なんだ、買ってきた人。シカちゃんおめでとうみたいなない。あーあーあー、今気づいたけど、おい、誰だよこれ。あー、もうろうそくもないし、封もさせてくれないよ。かき元気。一旦あれしてさ、あとですごいでっかいプレート来るやつだから。こんな、そう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 、特大の。今搬入してるから、うん、搬入口から。ろうそくも超でっかいからさ、そうそうそう、あとでやんないと。スタジオだとかき元気だから。そう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 、ね、そうそうそう、期待して終わったら。え、そうだよね、うん、そう。リッピーとかソラの時いつも乗ってたしね。そう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 、まさかだよね。まさかね。オッケーオッケー、そんなことないない、もう少々ね、お待ちください。はい、そうだよね。はい、おめでとうございます。おめでとう。はい、そしてそんなシカちゃんにメッセージが来てます。はい、こちらラブライバーネーム、うん、モサキヨアットニコ推しさんからです。おい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも、あ、こんばんにちは。うんんちゃアニメが始まってから参加した新参者です。ニコちゃんが可愛くて辛いです。ありがとう。うん、ところで質問です。久保さんがシカちゃんと呼ばれているわけは何ですか。恥ずかしながら新参なんで教えてくださいということです。え、でももうウィキペディアに載ってるよ。ウィキの情報はやっぱ当てにしたくないっていう硬派な方なんですわ。え、嘘、本当。うん、え、嘘。もう一回教えてあげようよ。え、じゃあ、うん、その代わりウィキペディアに載ってる情報が結構誤報なので書き換えてくれますか。あ、本当に。あ、いいと思うよ。え、知ってるよね、二人は知ってるよね。あ、うん、そうでしょ。いつも鹿の T シャツ着てるからだよね。うん、なんか鹿って私のこと鹿ってっていうのが口癖やんっていう噂は。呼んで呼んでっつって叱ってよって、あの子叱ってたことあるみたいな。叱ってよとか言ったことある私。違う、本当ド M じゃないか。ね、それ違うよ、違うよ。奈良県出身だからだよ。うん、奈良県出身じゃない、うん、奈良県出身で、うんうん、私まあもともとお友達がすごく少なくて、うん、奈良県にまあ一人しか友達がいなかったの。うんうん、で東京とか、まあ、大阪にしか友達がいなくて、うん、やっぱそういうさ、東京とか大阪の人ってちょっと奈良のこと小バカにしてんだよね。そうなの。そう、大仏っていうあだ名はないから、じゃあ鹿でいいっしょみたいな感じから鹿子ちゃんになったの。え、それ人に呼ばれたの。そう、あ、そう、そうなの。自分で決めてないよ。なんだ、私、そう、なんか鹿ちゃんが、うん、私は奈良が大好きだから、うん、自分のことも鹿って呼んじゃうんだみたいな感じかと思った。そんななんとか姓から出てきたとかじゃないよ。あ、私、うん、あ、でも奈良が好きだからだと思ってたけど。ね、うちもそれはそう思ってた。ね、
好きだよ好きだけど、うん、普通に自らマイネームイズシカコとか言ってない。あ、そうなんだ。え、嘘。え、シカ、あなたはシカコねって言われたってことじゃあ。え、だから何人、一人が言い出したのにみんながもうシカ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 っつって。へぇ、え、だから最初はシカコだったのにさ、もうラブライブとか始めてさ、うん、メンバーがシカちゃんって言い出してさ、うん、え、もうだんだんシカコさえもなくなって、うん、もうシカちゃん、シカとかさ、もう本当に私の原型ないの、全く。そうだよね今やシカだよね。そう、そう、そうだよ、みんなが勝手に変えていってるんだよ。へぇ、知らなかった。やだの、資格をって。あ、え、別に嫌じゃないよ。え、でももし仮に、うん、もう24歳の誕生日を機になんか、うん、あ、おニューなあだ名をつけるとしたら何がいい、なんて呼ばれたい。え、ゆりかちゃんって呼んで何今のリッピーの吐息って、って何、え、何がどっちのリッピー、大人の吐息が出ちゃったよねねえ、呼びない、難しいね、ちょっと。なんでだよなんで呼ぶの、あだ名っぽくないじゃんね、ゆりかちゃん。なんか、ゆりっぺみたいな、そういう。ゆりっぺってなんかどう、ないの、なんとか森に出てきそうなあだ名だけど。ないよ、そんなの。ほんとって、うん。え、昔から、な、しか、ゆりかちゃんみたいな。ボボさんとか。ゆりちゃん。ボブさん？ボボさんとか。ボボさん？クボさん？クボだから。なるほど。ボボさんとかだった。ボボ、うん、ボボさんじゃん。なんか強そうだね、ボボさん。強いでしょ？うん。うん、ボボさん。いやいや、ボボさん。本当に嫌がることしかしないな、この二人。なんだ、うん。誕生日だからでも許しちゃう。本当？今日はゆりかちゃんって呼ぼっか。お母さんも聞いてるし、お母さんが一生懸命つけてくださったお名前ですから、今日はゆりかちゃんで。うん、うん、分かった。いい、ゆりかちゃん。うん、ありがとう。豚っ腹になっちゃった。はい、じゃあ次よ、ね、うん。ゆりかちゃん頑張ってよ。なんか嫌になっちゃってきた。ラブライバーネームホルンさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。サラマルシッシッピー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 って呼ぼうか、うん、サラマルリッピーシカさん、こんにちは。こんにちは。最近ラブライブのアプリスクールアイドルフェスティバルにハマっているのですが、ラブライブの魅力は歌にもあると改めて思い知らされました。私はアニメから入ったにわかラブライバーで、うん、アニメ以前からあった曲をほとんど知りませんでした、うんうんうん、そのためゲームで流れる一曲一曲に感動しまくりです、うん、笑い、アニメが始まる何年も前からミューズのみんな声優の皆さんはこんなにも感動的な曲や切ない曲や明るく楽しい曲を歌い続けていたんだなと思うと、うん、なんだかそれをとても愛おしく感じる自分がいます、うん、スクールアイドルプロジェクト本当に本当に大成功ですよね。これからも応援し続けていますって。嬉しいね。ありがとうございます。ゆりかちゃんどうよ。言いたいだけ。嬉しいよね、うん、嬉しいよね。でも最近さ、よくさ、うん、いや初めてさ4年ぐらい経つねっていう話をするじゃん。そう、うんうん、してた。そうだから、なんかすごいなんかリアルタイムというかさ、うん、いいタイミングでこういうのいただいて、ね、うん、なんか嬉しいね。嬉しいよね、うん、本当に曲がすごくいいってずっと言ってるもんね、うん、なんかさ、いつ聴いてもいいよね。 その時々じゃなくて、そう、うん、そうなのね。最近アニメのお話ばっかりしてたけど、うん、さあ、もちろんアニメも素敵なんだけど、うん、やっぱ、うん、なんだけどね、ね、その前はずっとさ曲発信だったからさ、うん、そうそうそう、嬉しいなって思う、ね、曲の良さね、うん、曲はいいよ本当に、うん、だからアニメから入った方でもそうやってさ曲が好きって言ってくれるから、ね、嬉しいことだよねって思うな。これからも聞いてください。聞いてください、ね、いっぱい聞いてください。続きまして、ラブライバーネームときめきこさんからです。ありがとうございます。そろまるりっぴーしかちゃん、こんにちは。こんにちは。先日やっとアニメブルーレイ2巻が届きました、うん、2話3話を改めて見て感動しっぱなしでしたが、うん、特典映像のミューズニューイヤーラブライブ2013パート1のニコリンパナで腹筋が飛んでいきました。大変だね。ね、飛んできちゃったんでしょ。そこで聞きたいそこで聞きたいことがあるのですが、リス・トゥ・マイ・ハートの感想でやっていたあの意味のわからないポーズはどういった経緯で決まったのですか。ツボに入りすぎて大変でした。ぜひ教えてください。では、追伸、本当にツボだったので、うん、3人のあのポーズをニコリンパナの、うん、キャラクターに撮らせて書いてみました。見たい。ありがとうございます。すごい可愛い。すごい。すごい。そう、ソラのポーズこれだったね。そうそうそう、これね。これね、すごいね。急に生まれたよね。え、なんか後でここ決めようみたいな感じだったんだよ。そうそうそう。まだ振り付いてなかった。じゃあ、適当にはここ埋めるために適当にやってたら、本当に決まっちゃったんだよね。そう、いいじゃんみたいな。じゃあさ、
じゃらららじゃしゃんじゃらららあれすごいいいよね。いいよね。ここすごい好きなの。気に入ってる。ね、あとが写真とかもめっちゃ来たじゃないですか、うん、写真も全部いい顔なの。よかったよね。そう、大爆笑してた全部、ね、真面目にこれをやってるってところがね、すごい分かったよね。いいよ ね, ね、そうジャージだしね。そう、うんうん、あ嬉しい、ちゃんと伝わってるね。そう、なんか伝わってることがすごい嬉しい ね, そうだね、うん、よかった、いいツボを持ってるね。あれはそう、あれは私たちの実はオリジナルだったんですよ。そうですよ、ニャルポーズ、うん、ねー、嬉しい、ちゃんと見てくれてるね。ねー、嬉しい、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで皆さん本当にたくさんのお便りありがとうございます。これからもどんどん送ってください。はい、それではここで1曲をお聴きください。今回お届けするのはですね、うん、これから、シャッフルユニットのですね、うんうん、セッション2が 1段2段3段と発売されるんですが、はいはい、まずはですねリリーホワイトが6月26日にリリースされます、うんうん、お楽しみに、うん、というわけで、はい、リリーホワイトの前に発売した曲をお届けしたいと思います、うん、はい、あのね頑張れです。うん、そうですね、うん、あれめっちゃ好きなんですよ。ずっと歌ってるもんね。ずっと歌ってる、うん、歌詞違うけどね、うん、君もなれるでしょ、きっとなれる、うん、すごい嬉しい嬉しい、ね、うん、振りもすごい好き、うん、そうなんだよね、うん、それでは皆さんお聴きくだ、お聴きください。リリーホワイトね、うん、あのね頑張れ。頑張るのは自分のため、それじゃくたびれてしまうの。誕生日直前の今回はせっかくなのでスペシャル拡大版としてお届けしたいと思います。待ってました。イエイイエイ。なんで私が好きじゃないコーナーをあえてスペシャルにしようと思ったんでしょうか。問いたい。んえ、うん、どうしたどうし た, なことない。どうした。しかも全然揃ってなかったし、なんでな、なんでなんで打ち合わせしてなかったんだ。先に来てただろう二人。私より先に来てただろう今日。なんでだ。何を打ち合わせするところがあった。いや、うん、じゃあいつもよりいっぱいするってことでしょ。そう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 、も
とっとと終わらせよ。いや、たっぷりね。今日はもうこの時間いっぱい取ってあるから。もう、そうそうそう。今日もうこのコーナーのみで攻めていくから、最後まで。そうなんだ。のみ？のみだよ。あ、さっき打ち合わせしたやろ。そのための打ち合わせ時間やね。なるほどね。わかった。ちなみにあの、フォークと、あの、お皿持ってきてもらったんで、ぜひ皆さん随時ね、食べてください。そうだ。そうそうそう。プレートはなんか泳いってことだよね。プレートバナナの。泳いってことだよね。これから。まだまだよ。もう食べちゃってんのにいいの？いいのよ、いいの。そういうもんだから。本番はそうね。じゃあ、やりますか。やってきます。じゃあ、誰からやるか。じゃあ、私からやる。じゃあ、行く。よいしょ。じゃじゃんけんで。サイドアップ、じゃじゃんけんぽい。アイコでパーン。アイコでパーン。負け。お母さん資格は楽しそうにしたんですよ。決まらない。アイコでジョギー、アイグーで勝った。そういうゲームじゃないんだよ。まだまだこれ全然準備段階だから。くじを引いて。え、なに、何からするんだっけ。まずくじを引いて、当たり取るんだよ。そう、くじ引いて、うん、どのメンバーのあれ、メンバーも書いてあって、喋ることも書いてるんだ。メンバーだけ。メンバーね。ちょっとリッピー、リッピーが今台本を指して私も見ちゃった。担当者、本当はそれではお便りの紹介ですって書きたかった台本がね、それではになってて、もうリッピーが今、もう何、宴会みたいなのやめな、二人。それでは言わなきゃいけないから、台本通りやって。はい、じゃあ、はい、誰だった？ほのかだったよ。おー、いいやいいや。よし、先行きいいね。うん。うん。よし、ほのかは頑張れ。じゃあ、早速お便りをいきます？はい、いきますよ。ラブライバーネーム、きっとラジオが聞こえるさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。過去の自分への後悔です。なんでガラケーにしちゃったんだよ！おかげで、スクエスができないよ！だよね！そうだよね。本当に心の底から後悔です。半分以上そのオリジナルのほのかが飛び出してたよね。でもその力強さっていうのはすごくフューチャーしたつもりです。まあね、伝わった？まあまあね、あーなるほどね。まあちょっとほのかっぽかったかな。そうだよね。最後がやっぱ似てたから。やっぱそうだよね。自分でつけたとこ。そうだよね。やっぱそうだよね。そのやっぱ緊急してる。そうだよね、いつもやってるもんね。これどういう意味？ガラケーにしちゃった。あ、だから、スマホじゃないから。スマホから、ガラケーにしちゃったのか。なんかギリギリのラインだったのかもね。そうだね。なるほどね。ほんじゃ、続いて。本当に広がらないコーナーだな、これ。受け流す感じ。あ、私だ！リッピー。これだー！てどん。何かなー？あ、ニッカー！楽しみ！ニッカちゃん。よし。うん。はい、ラブライブネームヨギさんからです。ありがとうございます。ニコリンパナを聞いていて思うことです。もう毎回久保さんが時を止めてしまうたびに、またお母さんが心配されるのではないかと気が気ではない。ニコ、久保さん頑張って、ニッカニッカニー。うわー、かわいい。イエイ。なんで心配されてんの。初めてちゃんとこのコーナーで人の話が頭に入ってきた。自分のことやと思った。そうだよ、2人がお母さんごめんなさいって毎回言うせんで余計に心配されるわ。お母さんじゃない人に心配されるわ、いつも。心配広がってっちゃう。そんなにお母さん心配してるんですかってすごい言われるけど。そんなことないよ。本当？大丈夫？大丈夫だよ。あ、そう。よかった。じゃあこれからもやろう。やろうじゃねえ。なんだ。まあ時を止め次第そういうことが随時ね。もうすでに何回も止めてるけどね。はい、じゃあどうぞ。はい、じゃあこれしようかな。じゃじゃーん、バババババ小鳥。お、新しい新境地。楽しみだな。うん、そうだな。よし、ラブライバーネームニコニャーさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ニコリンパルのスタッフさんに言いたいです。シカちゃんのカッパの歌を CD 化して。そんな歌あった？
焦ってキュンキュン言ったやろ、ねね、小鳥の要素何もなかったよね。そうだよね。よく組み込んだじゃん。小鳥ちゃんっぽいふんわりしたイメージで言ったけどな。花代と一緒だったよね。花代さんだった。花代は違う。花代だと、うん、シカちゃんのカッパのドンCD からたちは声つぶれちゃってるよもう。そう、つぶすぐらいの気持ちでっていう噂を聞いた。つぶしてないよ。花田もなんだろうな、なんかそうだね、ちょっと懐かしい話だね。え、わかんない、そんなのしてないもん私。え、そんなことしていません。え、いつも歌ってたよ、カッパの歌。歌ってない、歌ってない。はい、じゃあもう次行こう。もうこれ歌わされかねえやつやから次行くな。やめてー、もう何やだ。カッパだけはやだ。カッパだけはやだ。お願い、読んでいいじゃんね。お願い。カンパだよ。カンパ、カンパが来たよ。お母さん、お母さん、誰だ、お母さんにこれ以上心配、お母さんが心配しては、お母さんが心配しては。次行っていいと思う。どうぞ。私これやったね、楽しいね、この子。花代だった。自分で自分だ。あ、じゃあこれはでもしっかりよ。そうだね、羽を聞きたい人もいるからね。そうだよ、待ってたよ、うんうん、いくよ、うん。ラブライバーネームアビダイピーさんからです。ありがとうございます。ございます。僕が学生の時よく授業中に寝ていた友達に一言言いたいなと思います。なんでいつも寝ているのにテストで180点以上なんだよ。なんだか僕の人生損している気がしてならない今日この頃ですよ。ちょっとなんかケーキのせいでね、ちょっと花代の声が出なかったもん。うん。じゃあケーキ募集です。なしですね、ケーキ食べちゃおうか。食べちゃいますね。私のゾーンを置いといて。すごいね、テストで180点以上は。そうだよね、なかなか何点待ってる、ねね、すごいね、この人すごいな、ね、アビーダイピーさんの友達ね、180点も取るなんて ねすごいやんね。80点なの。うん、言いたかったの。あ、言ってんだから、はい、もう次行って。もう疲れちゃった。私もう疲れちゃった。このコーナーもう無理かもしれない。なんでよ、楽しいよ、このコーナー。楽しい。じゃあリピー、はい、でででてん、マーキー。やっぱ新キャラ来ると嬉しいね。確かに。ちょっと私じゃあ行きますね。こちらラブライバーネーム、うん、タムチンあとラブライバーさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。周りの人に心から言いたいことです。別にオタクでもいいでしょ。かわいい、ちょっと似てる似てる似てた似てる似てたよ、ほんと似てた似てた。言いそうだもんね、オタクでもいいでしょ。言いそうだよね。それちょっと違うとだけど。アーティストさんだよね。バッションみたいな言ってくるもんな。あ、そうだよ、うん、次、タクでもいいでしょーって。あー、いいね、すごいラッキー、ね、ラッキーメールだね。ラッキーね、ワードだった。いいね、いいね、いいね。うちらもうなんかほんと居酒屋にいるみたいだね、今。ケーキ1個しかまだ頼んでないみたいなね。どんな状況が。じゃあ、続いて私、あ、うみ、ん、ちゃん。てれん、いくぞ、うん。ラブライバーネーム反政府ゴリラさんからです。ありがとうございます。お願いします。以前から気になっていることです。東条のぞみ、錦の巻、南小鳥、どうして北がつくメンバーだけいないのですか。気になって夜しか眠れないので教えてください。おお、よかった、うん、似てたよ。よかったよかった、すごいよかった、うん、ありがとう。入ってきた内容、はい、内容入ってきた。入ってこない、私入ってこない。どうしたの、どうしたの。だってね、そらまるが読む前にね、うん、あのお便りくださってありがとうございます。あ、さすこのしか、あ、ゆりかちゃんね。え、このゆりかちゃん。ゆりかちゃんね。ゆりかちゃん何。お願いします。お願いしますって言ったの違うよね。ありがとうございますでしょ。お便りもらったらお願いします。何をお願いするの。ずっと言ってよね。しかもいい声で、結構いい声、お願いしますって感じで言っててね、もうね、全然そらまるの内容がね。ちょっとゆりかちゃん邪魔しないでよ。ゆりかちゃんだよ今日。本当に今日ゆりかちゃんだよ。本当飲んでると思われるね。飲んでないで
ますよ。またごい疲れちゃった。じゃあ最後に今日はねやっぱ、うん、あのゆりかちゃん誕生日スペシャルなんで、うん、ゆりかちゃんの告白をなんか一つ言ってもらおうかなと思って。でももちろんね、うん、あの他のメンバーになりきって言ってもらおうかななんて思うんで、うん、もう一度ちょっと弾いていただいて、うん、告白を自分で言っていただこうかななんて思うんです。あと限られた3人しかない。おそうだよね、いいの残ってるよ。うわー難しいやつしかない。うん頑張るよ、うん、えでも私言うこと決めてない。そうだよね。しかちゃんでも考えるわけだから言いやすいやつが考えられるよね。誰かしら。わあ、いいじゃん、ヘルチカ。ヘルチカだ。やばい。いいじゃん。いいやん。うん、ちょっと言って言って言って。ね、どんな告白が聞けるかな。ね、楽しみだな。もうどうしようどうしよう。どうする。二つでテンパる。どうするどうする。本当に何も考えてなかったわ。いいよいいよいいよ。もう今その素直な気持ちよ。うん、やっぱり告白って。そうだよね。うん、分かった。よし、行くね。徳井さん、飯田さん、作家の人、ディレクターの人、平田さん、もうちょっと上手に祝ってくれます？私今日祝われそうな気がしてた。朝起きた時から腹症あーよかった。おい時を止めるなよもうどうしちゃったの？すごい見つめられちゃった、うん、どうしちゃったの、うん、すごい心を込めてやりました、うん、どうだった告白日和だったね、うん、あーうまくまとめたじゃんじゃんっていうことで、あ、なんだその口調やめろよ傷つくじゃん。それまで嫉妬言葉喋ってないからね。なんて言ったらいいかわからない。そう、ごめん。でもね、うん、すごい嬉しい。ありがとうね、うん、今日はもう二度と会わないかもしれないけどみんなとは。ダスピターニャだね。えダスピターニャもう何も聞かない。ゆりかちゃんごめんね。ゆりかちゃんありがとう。私があるかもしれない。私が悪いなんか全部。いやでもそんなことない。おめでとう、うん、特大企画、うん、そうだよ、スペシャルやったかいがあった。またこのコーナーが好きになったね。そうだね、また一歩進行とか湧いたね最初からずっと嫌いこれというわけで今日 でね、このコーナーを大好きになったゆりかちゃんでした。そうです、ね、めでたしめでたし。というわけでこのコーナーまだ続きますので、はい、皆さんこれからも言いたいけど我慢していること言えないでいることなどがあったらどんどんメールしてください。以上ミューズのメンバーがあなたの気持ちをお届けのコーナーでした。というわけでここで1曲お聴きください。ちょっとメールを紹介させていただきますね。ラブライバーネームリャマさんからいただきました、うん、アニメブルーレイ第3巻の発売が近づいていますが、うん、初回限定版の特典のオリジナルソング CD はかよちんのソロということで、久保さんに収録の感想を一言いただけたら嬉しいです。これからもずっとラブライブを応援していきたいと思います。ではでは、うん、もう1つ、うん、ラブライバーネームかたたかかささかさんからです。ありがとうございます、うん、ありがとうございます。現在視聴動画が上がっているかよちんのソロ曲縄跳びですが、うん、本当に感動しました、うん、ちなみに僕はニコニ推しのラブライバーなのですが、うん、この曲は本当にしっとりとしたバラード曲で、うん、姉に聞かせたところ、うん、ものすごい共感できると一言、うん、泣けちゃうごめんねのところがグッときました、うん、友達は一途にマキちゃん推しのラブライバーなので、この曲で他のメンバーも好きになってもらえるように努力します、うん、ということでありがとうございます、ありがとうございます、もういよいよね、もうすぐこの曲が ね、聴けるということなんで、うん、今日はせっかくなんでね、うん、ゆりかちゃんから曲紹介をしていただきたいと思いますゆりかちゃんお願いします、うん、まあ小泉花代ちゃんで縄跳びという曲なんですけれども、うん、なんかちょっと歌う時とかは結構、うんうん、なんだ本当花代になった気持ちで歌って、うん、割と歌詞がね、うん、アニメのストーリーに沿った感じになっているので、うんうん、それも重ねつつ自分の普段みんなに感謝してる気持ちもね、うん、込めつつ歌ったので、うん、そういうのみんなに伝わればいいなと思いますので、うんうん、ぜひお聴きください。第3巻ですね、ラブライブブルーレイ、うんうん、初回限定版についています特典 CD から縄跳びです。お聴きください。
私を変えたみたい。なりたい自分を見つけたの。ずっとずっと憧れを胸の中だけで育ててた。大きな縄跳びみんなが飛んで、私は怖くて版には南小鳥と園田海が歌うアネモネハートが収録されたミューズオリジナルソング CD が挿入されています。さらに特典映像としてミューズニューイヤーラブライブ2013パート1が収録されております。パート1ではワンダフルラッシュから私たちニコリンパナがジャージで歌うリスントゥーマイハートまでを収録しております。さらに花よがジャケットを飾るブルーレイ第3巻は間もなく5月28日発売になります。初回限定版には小泉花代が歌う縄跳びが収録された CD を封入のほか、君の桜子先生の書き下ろし小説ラブライブ、マキ、リン、花代編など豪華特典が満載です。さらにさらに公式サイトでは第4巻のジャケットまでが公開されております。CD や映像特典の視聴動画などもたくさんありますので、皆さん隅々までチェックしてください。続きまして、テレビアニメラブライブ主題歌&挿入歌シングルの発売情報です。オープニング主題歌シングル僕らは今の中で、そしてエンディング主題歌シングルきっと青春が聞こえる、テレビアニメラブライブの劇中挿入歌シングル1,2,3も好評発売中です。まだの人はぜひチェックしてくださいね。続いてアプリの情報です。スマートフォン向けアプリラブライブスクールアイドルフェスティバルの iOS 版が大好評配信中です。ミューズの楽曲で遊べるリズムアクションとフルボイスのストーリーを楽しめるアドベンチャーゲームが一つになったラブライバー必見のアプリですね。iPhone の方は App Store からぜひダウンロードしてください。なお現在このアプリは iOS 5.1 以上でご利用いただけます。 Android 版も開発中ですので、もう少々お待ちください。続いて単行本の情報です。君の桜子先生が送るオリジナルストーリーラブライブスクールアイドルダイアリーが今月より刊行スタートします。その第一巻となる高坂ほのか編が5月30日に発売されますので、ぜひ手に取ってみてくださいね。その他の詳しい情報はラブライブ公式ホームページをチェックしてください。以上ラブライブからのお知らせでした。ラブライブニュース広報部ニコリンパナー、そろそろお別れの時間が近づいてきました。この番組では皆さんからのメールを大募集しています。テレビアニメラブライブの感想、
私たちへのパーソナルなメッセージ、質問などなどどんどん送ってください。メールは番組サイトのメールフォームからお願いいたします。というわけで今回お誕生日本当におめでとう、ゆりかちゃんおめでとう、ありがとう、嬉しいです、すごい嬉しいです。あれ嬉しいよ、うん、いつももっと楽しそうだったじゃん、どうしちゃったの、いつもの2人は楽しいよ、楽しいよ、今日面白かったよ、ほんとよかった、私もすごい楽しかった、2人と本当に一緒にラジオできて本当幸せ、ありがとう。はい、そんな幸せいっぱいのラジオがですね、なんとラジオ CD になりました。そうなんですよ、何日に発売するんだっけ、 6.12、 そう6月12日、来月ですね、発売するんですけども、はい、なんかね、もう各店舗の中特典とかも出たりしてるので、うん、ぜひぜひ皆さんチェックしてください、うん、お楽しみに、うん、それでは今回のラブライブをミューズ広報部ニクリンパナはここまで、放送終了後の罰ゲームは今日はないですね、残念、うん、お相手は得意ゾルト、飯田里穂と久保ゆりかでした。バイバーイ。ラブライブミューズ広報部ニコリンパナ、この番組は2013プロジェクトラブライブの提供でお送りしました。